ノリズビロリンです。スザンヌです。今日はチャン君のまだファンじゃない方、そして最近ファンになったという方におすすめのチャン君のドラマを紹介したいと思います。イエーイ。で、それも2種類考えてきました。まだチャン君的1年、スザンヌ私は1年くらいですね。で、そのチャン君歴1年のスザンヌが考えてくれたおすすめドラマ5つと、私と私のちゃんともが、考えたチャン君のおすすめドラマを、5つ紹介するので、あの参考になればと思います。ではまずスザンヌが選んだ第5位はヒーラーです。おお、なんと5位にヒーラーが入ってきました。なんでだヒーラーはもうチャン君の代表作とも言ってもいい、ねね、みんなここから入ってくる、そう入ってくる、みんなもう、ね、入ってくると思う、すごい素敵なドラマなんですけど、はいはいはい、もうすごくこれはなんか悩んだんですけど、もう順位をつけなくてはいけないんだったらヒーラー5位、ヒーラーになってしまいます。なんと変わったところがちょっとあるもんね。うん、変わってるかも。スザンヌは実はあの K2 からハマってるもんね。K2 からハマります。でヒーラーをさっき見てたんだけど、うん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 、そこではあんまり、まあ、かっこいいんだけど、はい、こうめちゃくちゃはハマらんかった。まだちょっとチソンさんの方が上かなみたいな。あ、順位で言ったらね。せやね、せやね、その頃はね。ちょうどファンミ行った時もまだちょっとチソンさんの、あ、そうですよ、ファンミ行ったのにチソンさんファンやったもんね。まだそう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 、でもチャン君のファンミ行ったもんね。そういたんで、で要は2位がチャン君やったからね。そこから浮上して、そうそう、チャン君が1位になったんですけど、どこから1位になったんでしょうね。って言えたかな今、ケースからということで、はい、スザンヌの5位はヒーラーでした。はい、それでは私たち、約2年から3年チャン君のファンをした、私たちが選んだ、まあ、これみんなに5つ選んでもらって、アンケートで5つ選んでもらって、でそのうち順位はちょっと私が決めました。なんで大体みんなの意見でもほぼ一緒でした。それ恐ろしいぐらい一緒の意見やって、1つぐらいかな違ったん、ああそうなん、驚きの、うんうん、なんでほぼ1位から4位まではみんながお友達4人に選んでもらったんですけど、4人と私合わせて5人で選んだんですけど、これがまた4つは全部一緒でした。で最後の1つだけ違ったん でそこでちょっと順位つけてます。あ、はい、で第5位、操作された都市。これはね、もう映画、私ら、まあ、もう2、3年ファンや、うん、あのチャンクのペンやってたら、うん、もう結構私の場合は10回ぐらい見てるし、うんうん、でこれは見れば見るほど結構面白いんで、ぜひぜひ2時間で終わる映画なんで、うんうんうん、これは見てほしいという一品ですね、うん、なので多分みんなおすすめっていうことで選んでくれたんだと思います。はい、ではスザンヌファン歴1年スザンヌが選んだ第飛行号です。おー、飛行号出てきましたね。なんでこれは飛行号は、もうチャン君の演技がすごいかなって思いました、ね。まあ、ここからチャン君なんだか演技派みたいな感じになってきましたもんね、うん、で一番なんか、うんうん、こうちょっと泣けた。あーね、私も最後、もうチャン君の死ぬとこ、うん、そうそうそう、あそこで「ナビエゲ」っていう、あの「チョーエ」っていうあのチャン君の歌が流れてくる、うんうん、あの瞬間めっちゃ泣けるよね。 あのチョーエはすごい、あれは泣けるよね、うん、あれは泣ける。キコーコは見たんですね。見たんです。それでは私たちチャン君ペン歴2年から3年もが選んだ第4位はなんとアヤパトです。怪しいパートナー、ここに出てきました。怪しいパートナーはね、もうあの最近の作品なんで、うん、
最近というか、まあ、入団前の作品なんで、これはこれで、なんだろうな、胸キュンありの、チャン君かっこいいし、うん、まあなんか殺人事件とか、いろんな複合的に面白い面があって、うん、で、これはこれで面白かったよね。面白い、面白い。うん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 、なので、多分、まあ、チャン君といえば、まあ、アヤパタを、うんうんうん、まあ、もう、アヤパタも何回も私見ました。私も、うん、もう10回ぐらい見てるんだけど、うんうんうん、また普通 2,3 日前からまた1話から見てます、うん、あーなんとさすがじゃあなんかスザンヌ胸キュンも好きやもんね。胸キュンも好き、かっこいいよね、かっこいい、やっぱりちゃんくんね、うんうんうん、あれを見たら、うん、ほんまになんかイケメンやなって思う、うん、イケメンだと思います、うん、でということでチャンくんのおすすめドラマスザンヌ、初心者スザンヌがおすすめドラマ第3位は K2 です。おー、 K2 といえばね、うん、私は K2 からこう入っていったんで、うん、K2 はまあちょっと思い入れがあるんで3位なんですけど、やっぱあのユジンとのなんていうかな、まだやりとり多分すごいよね、バチバチで、バチバチですごい緊張感、緊張感やし、うん、でその私はユジンの方が年が近い、はい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 、はい、アンナちゃんよりね、アンナちゃんよりね、うん、ただユジンの気持ちが分かる、あの切なさ、切ないこう、あ、なんだかユジンに重ねてしまうっていうね、重ねてしまうし、まあ、あのチャン君の演技もすごいんだけど、うん、あのユジンさんの演技に、まあ、あの演技はもう友人に持っていかれやんようにチャン君必死でついていってるっていう感じのチャン君の演技見るのもおすすめです。ね、うんうん、なんとスザンヌの3位は K2 でした、はい、では私たちちゃんともと私と選んだ第3位はなんと K2 です。っていうかこれは順位は私が決めてるんですね。この K2 今もまあ紹介したんだけど、もう K2 はもうアクションもんで、なんでチャン君かっこいい、うんうん、かっこいい、でもう全然コメディーとかだよ、ね、うん、ないですね、でもうかっこいい役で、うん、もうあのまあチャン君のアクションを見て、うんうん、あーかっこいいっていう ね、うん、ね、かっこいいチャン君を知りたい、そうですね、 K2、うんうん、絶対おすすめです、うん、おすすめですね、はい、ということで、うん、スダンヌ今度とうとうスザンヌの選んだ第2位は怪しいパートナーです。おお、やっぱりねスザンヌ胸キュンも好きやもんね、胸キュンとエロいし、ああ、まあ怪しいパートナーちょっとエロい、エロい、それに決定ね、あのキスシーンエロい、キスシーンはちょっとエロい、うん、でまた今も見てるんだけど、うん、昨日がなんか結構チャン君の可愛い14話15話くらい見てたんだけど、すごい表情もいろんなチャン君の顔の表情が見れるのがあやぱとかなって思う、ね、うん、かっこいいこうケンジのあの姿をしたね、したりなんだか焼きもち焼いたりね、焼きもち焼いたりチョコこうなんか子供みたいな、うん、ちょっとなんか焼きもなんかとこもあるし、子供みたいななんかそばにいててみたいな、あ、そうそうそう、あそこね、もうここね、もうここ最高、もうあのね、もうほんまに子犬みたいな顔して、そうそうそう、側に3分間だけいてくれて言うてみたり、そうそうそう、それとかなんかいててほしいみたいな顔してみたり、すごいよねあの演技、うん、なんかいろんなうん、いろんなチャン君の、チャン君の怪しいパート、怪しいパートですね、はい、ということで私とチャン君歴2年から3年の私たちちゃんと僕が選んだ第2位は気功号です。やっぱりね気功号は上位に上がってくると思う、もうあの演技、演技力、あのまあ、何せでもあのこれだけ言えるのは、あのまだチャンクのドラマ見たことないっていう人は気功をまだ見ないでください、うん、とは私は思います、うんうん、できたらもっとおすすめの、ドラマを見てもらって、うん、まあ、今回紹介するような1位になるようなやつを先に見てもらって、うん、チャンクを好きになってから、うん、あの可愛い気功のチャンクを見てほしい、うん、そうですね、ね、でないとただただあの全然違う人なんちゃうっていうぐらいなあの演技なんで、
もうその演技の幅も見てほしいって、うん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 、できたらいろんなものを見て気候語を見てもらうっていうのが一番かなって思うんで、うんうん、あの気候語は多分タイプが分かれてしまう、うん、そうそうそう、で2人の男性がまあ、うん、1人の女性を愛するんだけど、うんうんうん、その王様タイプの人とそのチャー君、うん、だってあれ王様の方がかっこいい作りやん、うんうんうん、もうだって男らしくって、そう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 、まあ、女の人が惹かれるキャラクターっていうのが王様なんやけども、うんうん、チャン君の役はそれをあそこまで持ってきてるっていうのがすごいよね、そこまで底上げしてるっていう、うんうん、チャン君がすごいっていうところを見てほしいんやけど、あれを初めて見てしまうと、うん、どうしても王様の方がかっこよく見えてしまうんで、うんうんうん、ねっ、そうなのです、ね、なのでぜひあのこれはチャンクの作品をいくつか見てもらって、うん、2番目か3番目ぐらいに挟んでほしいっていうのが気候語ですね、うん、そこでギュッとまた好きになるっていう、うんうん、全然違うもんね、ね、うん、という感じです、はい、ということで、はい、とうとう第1位、はい、都会の男女の恋愛法ですね、さすがさん今回メタボレやったもんね、チャンクにね、今ネットフリックスでしてる、うん、都会の男女の恋愛法、はい、スザンヌはねもうこのチャンク、まあまあなんせかっこよかったよね、うん、かっこよかったし、うんうん、アヤコトンのチャンクも本当に大好きなんだけど、うんうん、その、男女はそのプラスのその色っぽさが増してる気がして、私色っぽい男性が大好きなんです、そうなんです、なんか愛人タイプなんですそんなことないでも全然愛人違うんですけど、やったことないんですけど、めっちゃ愛人っぽいキャラクターなんですなんでね、あれはね、うんうん、もうなんか30代一番なんかノリに乗ってる、乗ってる男性の色っぽさがムンムン出てでね、もうキスシーンも最高に良かったしね、うんうん、ということで、うん、都会の男女の恋愛法はあのできたら、まあ、1話目はちょっと我慢して見てもらって、うんうん、もう2話目ぐらいからもうなんだかね、なんだかちょっとずつなんかだん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 後になっていくことに面白くなっていくので、うんうん、初めはちょっと我慢してもらって見てもらえると、うんうんうん、まあ、好みあるかもしれないんで、うん、ちょっと変わったドラマなんで、うん、それはそれで、うん、そうやって見てくれたら、うん、絶対あのちゃんくんの良さにハマると思う、ハマると思うね、なんとスザンヌの1位は都会の男女の恋愛法でした、なんと私の友達 の, あのまず番外編なんですけど、私の友達で結局最終あの割れ票が割れたのは、うんうん、あの捜査された都市と、でもう一つソリ薬局なんです、うん、でスザンヌソリ薬局見たことない、ね、見てないんですよ ねソリ薬局はソリ薬局で、ソリ薬局選んでくれてる友達はやっぱりもう昔からのカンドラ知ってる人、もうそこからチャン君を知って、うん、チャン君を好きっていう、うんうん、だからプロよ ね, そうですね、カンドラ界のプロ、ね、うん、プロって、うん、まあまあ私のカンドラの師匠みたいなもんですけど、うんうん、もうすごいですね、うん、でもソリ薬局はソリ薬局でもうまたあれは面白かった、可愛かった、なんでぜひスダンもまた、うん、また機会があったら見たいと思います、うん、ね、うん、なのでということで、なんと私のちゃんともが選んだ第1位はやっぱヒーラーでしょう、イエーイ、というかこの順位を私が決めたんだけど、まあもうこのヒーラー期候補 K2 あやっぱたどりついてはみんなあの全部で5票入ってたんで、まあ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 ちゃんくんのファンであればこの4つは外せないっていう感じですね、でもうこのヒーラーもうなんだろうな、みんなやっぱりあそこからハマる人が多くって、うんうんうん、ヒーラーからハマる人が多くって、うん、あれにはなんだかあのいろんなチャンク見れるよね、あの中でチャンク変装やったりするし、あのパクボンスだったりソジョンフだったりするんで、その2種類の人間をこう使い分けながら、うん、それにその一緒に出てくるメンバーの人もすごくなんか面白いしね、うん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 、あれはあれで、まあ、ちゃんくんのだから私的にはまずまだちゃんくん好きじゃないっていう人はぜひヒーラーを見てみてください、うん、とおすすめしたいです、うんうんうん、なので、このヒーラーと、まあ、まあ、あのまだ全然知らないっていう人は都会の男女を見てもらっても、うん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 、だからそこからファンになったっていう方も結構いらっしゃるんで ね、まあ
都会の男女と、あやぱと気候号はネットフリックスで見れるんで、そうですね、気軽にこう見れる、見てもらえるんで、うん、そこら辺からちょっと見てもらって、うんうん、今多分皆さん結構ネットフリックス入ってる人が、ね、多いんでね、なんで、うん、ぜひぜひぜひ見て、うん、見てみてください、うん、でそしてチャン君のこと好きになって、そしてこのチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いしますということで今日はチャン君のおすすめドラマを、5つずつチャン君のファンになって1年の、スザンヌと、うん、まあ、私たち 2,3 年チャン君のファンをしてる、うん、ファンが選んだ、チャン君のおすすめドラマを紹介させていただきました。多分昔からのファンの方はきっとペクドーズとか選んでくれると思うんですね。 あそこら辺ですごい面白かったんですけど、ぜひまあ初めはこういう軽い雰囲気から見てもらって、そうですね、すごくチャン君のこと好きになってみんなでファンミ行きましょうということで今日の動画面白かったという方はチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。コメントをいつも くださる方本当にありがとうございます。で、高評価も結構皆さん押してくださってて本当にもう本当に本当に嬉しいんで、皆さんありがとうございます。また次回もお楽しみに。ノリズミロリンでした。スザンヌでした。アニョー。